週刊タイムス住宅新聞ラジオ版。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りします。2017年7月7日金曜日、時刻は12時47分になりました。 FM 読谷をお聞きの皆様こんにちは。パーソナリティの知花優です。毎日皆様のもとに新鮮な情報をお届けしている沖縄タイムス新聞、そのタイムス新聞とともに毎週金曜日に届く週刊タイムス住宅新聞を一緒に読んで情報を共有しようというのがこの番組です。準備できる方はお手元に、できない方はお耳をお貸しいただいて、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今週の住まいと暮らしの情報誌週刊タイムス住宅新聞、表紙を飾っておりますのはお住まい拝見のコーナーから。将来2世帯で住むことを見据えた鉄筋コンクリート造り3階建ての王さん宅、こちらの2階 LDK スペースが映し出されています。一体どのような工夫がされているんでしょう。そして今週のピックアップ記事です。12ページ13ページは生命保険で相続税節約、5ページは共同売店拠点に高齢者支援、この他さまざまな記事掲載されておりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは早速ページをめくってまいりましょう。2ページ3ページです。お住まい拝見のコーナーから。平屋建ての外人住宅が並ぶ浦添市の高台、どこにいても気持ちのいい風に包まれる王さん宅、今回はこちらにお邪魔しています。コンクリート造り自由設計で家族5人暮らし、将来子供たちの誰かが世帯を持った時に2世帯で暮らせる家にしたかったとお話す王さん。そのため現在は2階に夫婦と次女、3階に長女と長男が暮らしているんだそうです。どちらの階もキッチンなどの設備は整っていますが、食事や団らんなどは長女や長男も2階の LDK スペースで過ごすとのこと。奥様は子供5人とも仕事をしていて生活リズムも違う、それぞれの友人を招くことも多いので今の家族のスタイルにも合っているんですよと話してくださっています。そんな王さん宅、ここがポイント。朝日の強い光と熱、花ブロックで調節を。もともとカーテンが開けられないほど朝日が眩しかったという王さん宅の東側、現在は窓や玄関の外に花ブロックを設置、廊下も暑さを和らげる緩衝材としたんだそうです。まあ、その結果、将来的に隣に建物が建っても目隠しとなるほか、北側にある小学校の運動場から飛んでくる砂や埃の軽減にもつながることになるんだそうです。こうやって、家族の生活スタイルの変化だけではなく、将来的な周囲の環境の変化にも合わせて今から家を考えて建てる、なかなか難しいことではないでしょうか。どうぞ皆様こちらの記事を参考にしてみてください。続いて4ページはフランク・ロイド・ライトの家具。今週はライトの自宅兼仕事場タリア線イーストに置かれていたテーブルランプが紹介されています。和と洋の雰囲気が融合した優しいデザインと明かりが魅力です。そのお隣5ページには共に支える地域の力のコーナーです。今週は名護市語学支援センター代表のカデカルさんにお話を伺っています。今回紹介されているのは語学生きがいサロン、共同売店を拠点にした地域支え合い活動、日頃外出する機会の少ない一人暮らしや日中一人となる高齢者の安否確認のため週2回公民館に集まり、お守りや花の苗作りなどをしているんだそうです。カデカルさんは元気なうちは歩いて共同売店や公民館に遊びに来てもらう、気晴らしと老化防止に手作業もしていますと話しています。その風景の写真、こちら掲載されています。口を動かしながら手も動かすということで、もやしのひげ取りをたくさんの方々と行っているおばあさまたちの姿が印象的です。こうやって友達に会う場、友達を作る場が身近にあると非常にお年寄りにとっても嬉しいことですよね。どうぞ皆様ぜひご活用ください。続いて7ページはウマンチュトークのコーナー。今週は3つの投稿が掲載されています。9ページは土地活用の手引き第4回です。住宅とは一世一代の買い物という声をよく聞きます。見方を変えれば住宅は人生において長くお付き合いをする相棒ということ、だからこそライフステージの変化に対応できる住宅の在り方を事前に検討していくことが重要ですと
お近所さんは話してくださっています。そこで今回は不動産を短期、中期、長期的視点で捉えることの大切さを話してくださっています。続いて11ページ人のコーナーです。今年4月日本建築構造技術者協会 JSCA 沖縄地区会の新代表に就任した株式会社 K2 設計の小発さん、次世代の構造技術者を育むため構造設計の魅力を伝えていきたいとお仕事で心がけていることや今後の目標についてお話をしてくださっています。続いて12ページ13ページは今日から始める相続計画のコーナーです。こちらでは亀島さんが相続に関するお話をしてくださっています。今回は生命保険を活用する方法について話をしてくださっています。相続対策に生命保険を活用、節税や遺留分を減らす際に有効ということで、生命保険で相続対策を行うことの2つの大きなメリットについて図や表などを用いて詳しく話してくださっています。そんな亀島さん、7月10日来週の月曜日ですね、ユンタンジャ出番ですよ、平日の午前11時から行っているユンタンジャ出番ですよに出演されるとのこと、皆様ぜひこちらの新聞を用意してどうぞお聞きください。続いて14ページから17ページまでは物件情報となっております。19ページはリビング通信、今週は3つの情報が掲載されています。20ページから21ページは和風庭園を見るのコーナーです。椿やツツジ、アジサイに木蓮、北谷町の中村さんの庭はとても賑やか、琉球松や黒木の枝の間からさまざまな花や木が顔を覗かせ20坪の面積以上の奥行きを感じさせるとのこと。こちらの庭を手掛けた庭師さん曰く、石の隙間の草もきれいに取られている、なかなかできないですよと中村さんの手入れっぷりに驚いているそうです。手入れを続けるコツは庭を好きになることなんですと中村さんは締めくくっています。そして23ページはお部屋図鑑のコーナー。こちらも北谷町にありますお店エスパーザタコス&コーヒーが紹介されています。店内は非常にレトロなアイテムなどが並んでおりまして、ポイントとしてはレンガの増し切りやトタンのオブジェといったところにポイントが置かれているとのこと。こちら皆様、北谷町お近くですのでぜひ足を運びください。以上で今週の週刊タイムス住宅新聞終了となります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。パーソナリティは千葉な優でした。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りしました。